ちは。リップを取りに行ってきました。 OK、 バッチリこれでこんにちは。なんかすごい久しぶりな感じがします。いやでも実際久しぶり、多分配信するの。ちょっと髪めっちゃボサボサなんですけど、イエーイ、ヤッホー、こんにちは。すごい平日のこんなど昼間に皆さんちょっと見にくい時間にしてしまったなと思うんですけど、時間があったので、やっほー。配信最後にしてもいつかな、結構空いた気がする。体操着みたい、ウケる。確かにそう言われるとそうしか見えないんですけど、やめてくださいよやめてくださいよ。そうだ、みんな今からもうこれが体操着にしか見えなくなっちゃうから。可愛いですよ、でもこれ可愛いでしょ、可愛いですよねやめて、初めて着るんだけどこれ買ってからやだ、本当にやめてくださいよ。髪伸びました。今めっちゃね、ボサボサ髪、なんかボサボサはやっぱ湿気かな。最近さ、なんかアイロンとか、まあ今日はまだしてないですけど、アイロンとかしてもさ、もう意味ないくらい湿気がすごいんだよ。でも最近ね、アイロンを新しく買ったの。なんかもうあの大きいアイロンをさ、まあ、見てた方は分かると思うんですけど、いつも大きいアイロンをこうやってブワーブワーって使ったんですよ。本当に使いにくくて仕方がなかったんですけど、あのコンパクトな使いやすいアイロンをね、ヘアアイロンを買ったんです。ストレートアイロン、見てください、この癖ね、あるようにあんま見られないんですけど、私結構癖っ気なんですよ。見て、なんかさ、巻いてるって言われるの。なんかめっちゃ巻き下手な人みたいな癖のつき方、すごい嫌だすごい嫌だね、癖。何の話今日は赤組です。体育の授業抜け出してきた。今日はあのね、私の大嫌いな跳び箱の授業だったので、もうサボって抜け出してきました。わーいわーい、跳び箱大嫌い、なくなれもうやることないですけどね、跳び箱なんて。本当にやめてください、体操着じゃないんで、おしゃティーなんで、ちゃんとちゃんとおしゃティーなんで、体操着いじりやめてちょうだいそれにしか見れない。私何段まで飛べるかって、本当に飛び箱が一番嫌いなんですよ。6段飛べないと思う。逆にさ、なんか低すぎても飛べないじゃないですか。だから結果何も飛べないみたいな。本当に飛び箱が大嫌いで、もともと苦手なんですけど、なんか授業ってなると飛ばないといけないじゃないですか。どんだけ飛べなくても無理やり飛ばされるじゃないですかおい飛べって言われて、本当にね、私が、まあ、前もこれショールームで話したんですけど、跳び箱のトラウマ、跳び箱の授業ずっと嫌いだったんですよ、ちっちゃい頃から、小さい小学生の頃から。で、中学3年生の頃に跳び箱の授業がなんかいきなり入ってきて、いきなりですよ、なんで急に跳び箱やりますみたいなもう大嫌いだったんで、マジかよって泣いてたんですけど、まあなんか道場みたいなとこに集められて飛び箱をね、こうまあ6段くらいからもう8段とかなんか分かんないですけど、めっちゃ高いとこまで並べられるじゃないですか。まあ自分の飛びたいやつ飛びなさいって言われて、まあ私一番低いやつに並ぶんですよ。もう全然飛べないんで、もう飛べないんで、なんか6段くらいのやつに並ぶんですけど、こう順番にさ飛んでいくじゃないですか、一人ずつ。はい、次ピー、パーン、はい次パパパパパーンみたいな感じで順番でも飛んでいくんですよ。私本当に飛びたくなくて、まず飛べないんですよ。もう上に乗っちゃうみたいな、わかりますか。飛び箱苦手な人ってこうやって手をついてポッて飛び箱の上に乗っちゃうんですよ。そう、何飛び箱の話してるかわかんないんですけど、あ、まあ、飛び箱の話このまましますねそう、乗っちゃうんですよ。だからもう本当に、まあ、飛び箱なんて何の意味があるのみたいな、もう私理解ができなくて、飛びたくねえわーと思ってサボってたんですよ。こうやって一人ずつ一列に並んでいくんですけど、一人ずつもう私は後ろ、こう飛んだ人がまた後ろにこうやって来るじゃないですか。こうやって行くでしょ、これ飛んだら
また一番後ろの人に並んでこうやってどんどん順番に行くんですよ。私は飛びたくなくて飛びたくなくて仕方なかったので、こう後ろに来た人をちょっと私の前に行かせて、あどうぞどうぞって言って、私はずっと一番後ろで飛ばずにサボってたんですよ。先生の目をくらませて、そう先生の目を盗んでごまかして、そうサボってたんですよ。飛びたくないよと思って隠れてね、ここでもう目をギラギラして見てるんですけど先生は。そうだからまあそうそうみたいな感じで譲ってたんですけど、先生が途中で私のその姿に気づいて、あ吉田って言って言うんですよ。意味が分かんない、本当にやめてほしかった。あれはみんながクラス全員がもう男の子も女の子もみんないるところで、ピーお吉田って言うんですよ。めっちゃでっかい声で、しかもその先生ってもう学校一怖いみたいな、見た目がいかつすぎてもうみんなに見られてるくらいすっごい怖いんですよ。なんかいつもサングラスで真っ黒こぎでみたいな、スキンヘッドでみたいな、うわーみたいな感じの見た目にパワーのある先生だったんですよ。だから先生、その先生がちょっと大声出したらみんなビビってなるんですよ。だからその時もお吉田ってなるんですよ。あおい吉田って言われたらみんなおってなっちゃうわけですよ。どうしたみたいな、みんなビビってなっちゃって、で私バレたよと思って、クソと思いながら、お前飛んでねえだろ、ちょっと飛べよみたいな感じで言われちゃって、みんなシーンとなってる中ですよ。シーンってなる、もうわざわざシーンとするんですよ先生が、あんな声を出すから。でシーンってなって、あもうさっさ吉田行け今から行けって言って飛ばされるんですよ。みんながシーンとなる、みんなもう案の定こうやって、あ何みんなちゃんとさこうやってシーンってビビってなってるからさ、私が飛ぶのをさみんな止まって見ちゃってるわけですよ。私は何この空気と思って、でも先生が吉田飛べって言うんで、うるせえよと思いながらもうこうやって頑張って飛ぶんですよ。そしたら飛び箱の上にボーンってなっちゃったんですよ。飛べない、もちろん飛べないんですけど、もうねなんかすっごいね体勢な、こんな飛び箱飛んでこんな体勢になる人いるのかなってくらいのすっごい体勢になったんですよ。なんか大丈夫みたいな、周りの人もなっちゃうみたいな、ベターンみたいな、普通はさこうやって手をついてあひょいって飛ぶじゃないですか。なんか手ついてなんか飛び方が分かんなくて、ずっと飛び箱なんて飛んでないから、飛び箱どうやって飛ぶっけみたいな感じだったんで、ビターンみたいな感じになっちゃってしかもみんなシーンってしてる中で、あごめんなさいやばくないですか、うわなんじゃこりゃみたいな、自分でもさ一時さ状況が把握できなくて、え私今どういう状況みたいなって、でも周りはシーンとなってるわけですよ。シーンってなってた、さらに私がすっごい飛び方をしちゃったわけだから、周りもさらに時が止まっちゃって、えみたいな感じになって、すっごい空気が流れちゃって、先生はあ次行けみたいな、マジであの先生みたいな感じですよ。まあ、あの先生とは仲良かったんで、まあ別に怒ってないですけど許してあげますけど、ちょっとあれは許せなかったですね許せないんかいって感じです。許せなかったですね、あの空気を作り上げて。まあサボってた私が全部悪いんですけどね、さっさと最初から飛んでけばよかったって話です。あれが私の飛び箱のあのねトラウマです。一生死ぬまで忘れないと思う、あの出来事。あの後教室に帰ったらみんなにいじられました。あの飛び方何みたいな、え大丈夫でしたかみたいなっていうような、本当にすっごい飛び方をしたんですよ。だから飛び箱が一番嫌いなんですよ私は、体育の授業の中で。みんな覚えてるかな、あの次の私、私本人はね絶対一生死ぬまで忘れない。みんなもう忘れててほしいな、ずっと覚えてたらどうしよう。本当にすごかったんですよ、すごかった。一時ね状況が把握できなかった、恥ずかしくて恥ずかしくて仕方なかった。もう恥ずかしいとか、ね、通り越してたレベルで恥ずかしかったですね。すごかったね、もうあの時から飛び箱はしないと決めましたね一生。あとサボりは良くないって学びました。しっかり最初から、まあ、軽くでも飛べなくてもいいからひょいとかでもしとけばね、なんかあ飛べなくてもいいから手だけ作るとかでもしとけばさ、あんなみんなシーンとした空気の中ですっごい体勢をね見られることもねなかったんですよ。
あれはすごかったな本当にっていう話があって、私はなんでこんな跳び箱の話を一生懸命してるのかもう分かんないんですけど、跳び箱の授業がとにかく嫌いだっていう話でした。喋り倒してしまった。そうそういう狙ってないよ、狙ってたんでしょ、狙ってるわけない、狙ってそんなことしたらやだ、どういうこと、受け狙い、受け狙いはやばい、痛すぎる。やばいって。夢見る飛び箱克服動画、いやこう飛び箱ってどうやったら克服できるんだろう、本当に昔から無理だったんですよ。なんか体操系、なんか例えばさ側転とか前回りみたいな、それ系は全然いけたんですよ、むしろ得意で一番それが好きだったんですけど、飛び箱だけが飛べなかったんですよね。怖くない？なんで飛び箱？なんで箱の上を飛ぶの？何の意味って感じ、理解できなかったですね。何の意味があるんやこれはやっててって感じで思いながらやってましたね。そんな感じ。トラウマです、忘れたい、早く脳みそから捨て去りたいけどトラウマすぎて忘れられない。でも夢見るのあと2人、ハッツとミッサは飛び箱めっちゃ得意そうだよね。運動、ハッツはめっちゃ運動神経いいやん。ミッサはどうなんだ、ミッサの運動あれは分かんない。ハッツはめっちゃ運動神経、ああ見えて意外といいからね。意外と勉強ばっかなんかやってそうなイメージだったけど、意外と運動神経いいね。ハッツは飛び箱絶対うまい、ひょんひょん飛びそう。そう、そんな感じ。私は本当に運動神経が悪いんですよ。スポーツやってこ、ダンスしかやってこなかったから、スポーツやってこねばなって、もうちょっと運動神経がよく良かったかなって、うん、思いますね。絶対だってスポーツしてる人って大体そう運動神経いいやん。本当に未だにいじられるんですよ、運動神経が悪すぎるって友達に。この年にまあ運動神経なんていくつになっても変わらないんだなって思いますね。そう、弟はもう兄弟で違いすぎて、弟はめちゃくちゃ運動神経いいんですよ。違いすぎた、兄弟ってこんな違うんだなって思いましたね。真逆だったマジで、ね、野球を弟やってるけど私はスポーツやってこなかったからね。まあダンスをやってきてこうやって今活かせてるのでいいですよ、いいですよ、ダンスが活かせてるかな。ああ一輪車とかは、ああでもね、一輪車とか自転車とかは割とスッと乗れたタイプなんですよ。自転車の練習とかした記憶なくて、記憶がないだけかな。でも全然それ系はいけたんですよ。自転車って何、体感、でもどうなの、自転車とか一輪車は乗ってたね普通に。何ですかね、基準が差があります、割と。妹ちゃんはでも運動神経いいです。私だけ唯一運動できない。妹は足もすごい速いし、まだちっちゃいですけど、うん、足も速いしさ、なんかボール遊びとかしててもめっちゃさ分かるもん、なんか投げるのとか球速いみたいな、全然違う、絶対運動できる子だろうなって感じがします。なんででしょうかね、私だけすごい。私だけダメでした、兄弟でこんなに差が。いや私も運動神経いいかな、いや本当に悪いんですよ。
え、見た目はめっちゃなんかね、なぜかなんですけど見た目運動神経良さそうって言われるんだよね。なんでだろう。でもめっちゃ悪いです。運動神経いいって言われたことない、一回も。多分いいって言われたこと。なんか、ボーリングとかめっちゃ下手です。良さそうにね、なんでだろう、見た目良さそうに見えるって言われる。そんな見た目してるから。でもいいですよね、見た目が良さそうだったら得した気分だから。バラさなければ実際の悪さを、運動神経の悪さを見せなければいいっていうイメージで生きていけるんで、いいですよね。得得。バスケとかして、バスケね、本当バスケしたかったんですよ一回ね。本気で小学生の頃バスケ7位に行こうとしたんだけど、まあ、結局しなかったんですけど。ダンスやった。バスケめっちゃ、やるならバスケだったなって思います。スポーツやるなら。バスケかっこいい。速そう。どんくさい。うん、どんくさいって言われる。どうなんですか。あー、ダンスできる人、確かにダンスできる人って運動神経いいイメージだよね。確かに悪いです。そこはね、全く関係ないんですよ、踊りと運動は。うん、さ、ちっちゃい頃からさ、なんか、あ、もうこの子は運動できる子だなみたいな、ありますじゃん、ありますじゃん。そうなんですよ、生まれつき遺伝とかあるのかな、運動神経の良さに。ね、私はもう小さい頃から運動ができなかった。もうあの、なんだっけ、インドアみたいな、インドア、ずっとお家で遊ぶタイプ。もうお外で遊ぶの好きだったけど、お絵描きとかの方がね、絵本読むとか、あるよね。 50m 走は、でも 50m 走なんかさ、最後に走ったのさ、中学3年生、あ、高校1年生とかかな、高校1年生が最後だけど、高校1年生何秒だったか全然覚えてない。なんかさ、高校1年生の時遅すぎてさ、なんか走り方がめっちゃ変で先生に笑われたんですよ。なんかめっちゃ変な走り方してるみたいな。だってさ、もうこの年になるとさ、本気で走ることってなくなるじゃないですか。 50m 走走ってと言われたらさ、走り方わかんないと思う。本気で走ることってなくないですか。なんちゃ、ジョギングって言いますっけ、ジョギング、ランニング、え、ランニングってなんだっけ、ランニング、ランニング、ランニングって歩く、ウォーキングか、ランニング、なんかランニングとかくらいのさ、軽い走りならあるけどさ、本気で 50m 走を走るみたいなやつってないじゃないですか。だから走り方忘れてそう、忘れてる絶対ね。え、運動会懐かしいですよね、 AKB の運動会。8めっちゃ強かったからね、足速い人多かったイメージ。いいな、足速くなりたい。足速いっていいよね。でも足速い、この年になって足速いを求めることなくなるか。なんか小学生とか学生、中学生とかの時はさ、足速い人いいなみたいな、
感じだったけどさ、だってさ足速い人ってなんだ体育祭とかでさリレーの選手に代表選手とかに選ばれたりしてたじゃないですか。ああいうの一回も選ばれたことないんですよ本当に。ああいうのね憧れだったな。それこそ弟とかは選ばれてたりしたので、家に帰ってきて選ばれてよみたいなの本当にいいなと思って見てました。カレンは一回も選ばれんねみたいな言われてって思ってましたね。本当に一回も選ばれたことない、もう眼中にないみたいなレベルのオスだった。小学生の時足早いだけでもモテがち。確かなんかさ小学生の時ってさ、なんとかくん足早いから好きみたいな子とかよくいたもん。今考えたらいやそこかいって感じですけど、足早いとかっこよく見えたのかもね。ドッジボールマジに逃げ回なんか運動できない人ってさドッジボールで逃げ回ってなんか逃げるの上手すぎて逆に残るみたいなあるあるじゃないですか。私めっちゃあるあるなんですよ。もうキャッチとか絶対できないんですよ。こうやってキャッチできないし、投げるのもフェーンみたいな感じなんで、フェーンみたいなと、どこ行ってんのみたいなとこに行っちゃうんで、私はひたすら逃げるみたいな。もう逆にそしたら逃げるのプロになっちゃって、あーめっちゃ残っちゃった気まずいみたいなのがよくあるあるです。めっちゃあるある、気まずい本当に。あー面白いな。うん、足早くてモテるの嘘だな経験者。嘘だな本当。足早いから好きって言ってる子いたな。ドッジボールいかに存在消すかね。そうなのよ、存在を消してたな。影薄くなってた。まあ影薄いんですけど、私影薄いと思うんだよな。わかんない。そうそう影薄くなってた。ドッジボールは投げれないしね、キャッチできないし。たまにさなんか野球部の子とかさめっちゃブーンみたいなボール投げるじゃないですか。いやそれ投げんなよみたいな。いやみんなさ腕の見せ所だと思ってさ、野球部はドッジボールがさ自分の腕の見せ所じゃないですか。いつも投げてるボールここで女子に見せてやろうみたいな。だからみんな多分調子に乗るんですよ。だからブーンみたいな投げるじゃないですか。あいややめる、あれ当たっちゃどうなんねみたいな。もう本当に怖い、やめてほしい。だから頑張ってシュンみたいな、シュンって逃げてました。あとはあのすごいドッジボールでめっちゃ強い人とかいる、いつも何ドッジボール強い人みたいにいるじゃないですか、いつもいるでしょ、いるよね。その人の近くにこうやって逃げてました。後ろに隠れたりと影で。ノールックで投げてる、投げてくる子いた、へえみたいなね。いやー分かります、分かります、癖強い、分かる。女子へのアピールなの。そうなんだよ、知らんけど知らんけど。小学校ブランコを先に取るの命かけてよ。命かけてた。これさ今こうやってさあのさ言われなかったらさ、コメントでも言われなかったらさ、もう一生思い出すことなかったと思う。マジそれな、マジそれな。幼稚園もそうだったと思う。確かにブランコってさ大体2個4個22とかじゃない、4個くらいじゃないですか。そのくらいだったと思う。小学校少ないもんね、ブランコって人気なのに少ないよね。もうちょっと置いてほしいわ。わかる。休み時間になった瞬間、ブーンって全速力出してました。ブランコね。それな。ブランコ懐かしい。毎日乗ってたよ。運動の話。ブランコが一番。でも遊具の中でブランコが一番楽しいよね。
なんだろう、あんなブランコを作り出した人に感謝を述べたい。楽しい。家にブランコ欲しいな家に、うん、ブランコ欲しい。あー、ジャングルジムとか懐かしいな。あんなさ、ジャングルジムでよく楽しんでたよね。なんもないじゃん、ただのさ、なんか鉄の組み合わさったみたいなやつじゃないですか。あんなんでよく何時間もじゃない、何十分も遊んでたなと思いますよね。放課後とかもすぐジャングルジムに登ったりしてさ、確かによくあんなんであんなんでって言ったらあれですけど、あんなんでよく楽しんでたよ。でも今も乗っても楽しいんだろうな。不思議だよね、ジャングルジムってさ、別に何のさ、なんだろう、すごいあれでもないし、ただのあれじゃないですか、鉄の塊、あ、塊っていうか組み合わせみたいな。なのにさ、めっちゃ楽しいよね。何なんだろう、すごい不思議。遊んでたな、よく怪我しなかったな。危ないよね、小学生が。妹とかがさ、あれに乗るって考えると危なすぎて乗せたくないって思っちゃう。でも乗ってたな。乗れるもんなんだね、よく怪我しなかった。まあ怪我する人はするんだろうけどね。確かに遊具もさ、今はさ危ないからって結構なくなってるものも多いよね。いや、わかる、本当に怪我しちゃうからね。うん、登り棒とかさ、懸垂とかやってたな。懸垂懐かしいな、遊具。ねえ、危ないもんね。シーソー、シーソー懐かしい。シーソーもすごいよね、あれでよく楽しんでたよ。今乗っても楽しいのかな、シーソーとかみんなで乗って回す遊具楽しかったけど。あ、わかるよ。なんかさ、あれさ、めっちゃになくないですか。なんかたまにすごい大きな公園とかにしかない、どこにでもないじゃないですか、こうやって。あ、わっ、え、めっちゃ楽しいよね、あれ。わかるわかる、楽しい、めっちゃ好きです。でもめったにないからダイヤの飛び箱あったな、カゴっぽいやつ。そうそうそう、4人乗りのブランコが近所にいるんじゃない。4人乗りのブランコ、すごい。誰か真ん中の人が落ちそう。面白いな。うん、なんか懐かしい、小学生に戻りたくなるな小学生に戻りたくなり、12時15分になっちゃった、あっという間もう私の飛び箱の話でしかしてなかった今日。小学校のお話、運動のフフ懐かしい話が元はといえばこの体操着みたいな洋服のせいですよね。スクショタイム、見てください、この羽ピン。私この前この羽ピンをつけたまんまですよ、お買い物に行ったんですよ。まあちょっとの間だったんですけど、でもこれつけてディオールとか行っちゃったのね。シャネルとディオールにこれつけて行ったんです。聞いてください、恥ずかしい、最近の一番恥ずかしい話。でもなんか
この前髪を癖つけたくて、このあのね途中までこうつけてたんですよ。で外すの忘れちゃって、そうでも周りみんな誰も言ってくれなくて、この羽ピンもこの辺にこうやってつけたまんま、こうやってつけたまんま普通にシャネルとかディオールとか行っちゃったんですよ。悲しい、恥ずかしい、恥ずかしい。まあ、スーパーとかならまあ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 、スーパーも恥ずかしいですけど、スーパーとかもまあ、あれじゃないですか、コンビニとか、まあ、コンビニも恥ずかしいですけど、どこだって恥ずかしいですけど本当に無理、本当にこれですよ、かわいそうすぎる。私なんて思われてたんだろう、これをつけて。逆におしゃれ、いやおしゃれどう頑張ってもおしゃれにいけないわ。まあそんなことがあったんです、私最近の一番恥ずかしい話。もう途中で気づけばよかったんですけど、帰って気づきました。店員さんジロジロ見てて全然本当に分かんなかった。トラウマが一つできた。おっちょこちょい絵が出ちゃいましたね。同じ店もう行け、その全然行きます。またこれつけていこうかな、同じ店。あ、撮るの忘れてるねと思いながら見られてたかもしれない。そうか、じゃあ終わりましょうか。皆さんこんな平日のお昼というすごい醜い時間に見てくれてありがとう。楽しかったです、ちょっとだったけど。またすぐ配信やります。あ、スクショタイムしよう、スクショタイム。前髪待って、じゃあこれを見えないように、でもなどうしようかな。前髪が伸びてきましたけん、伸びてきやばい、本当にさ、あのすごい方言とが出ちゃうのと、標準語頑張って話そうと思うと言葉が意味わかんない、いい組み合わせになってしまう。前髪が伸びました。だいぶ切るタイミングを失ってます。スクショタイム、ちょうどお昼時間だった、よかったです。確かにお昼休憩とかの時間にかぶってることも多いか。はいピース、あしゃ、はいピース、じゃ、じゃん、じゃん、じゃん。餃子食べてた？いいな。餃子食べたい。餃子、餃子、餃子。伸ばした方がいいですか？なんか本当にさ、最近友達とかにもさ、前髪ないのいいよって言われるんですよ。そう言われれば言われるほど伸ばしたくなるんだけど、でもやっぱ切った方が、いやどうしよっかな。でも梅雨の間は伸ばそっかな。梅雨終わったくらいで切ろうかなとか思ってますね。いいかも。しばらくはこれです。今のうちにこれを味わっといてください。はい、終わります。終わりますよ。配信終わりますよ。ランキングを読みます。13位オニオンナイトさん、ありがとうございます。12位スターナイトさん、ありがとうございます。11位梅むむむさん、ありがとう。あ、あれ？あれ？あれ？止まってないかな？大丈夫。10位関西英都市さん、ありがとうございます。9位美術館、何これ、美術館さん、いかこぽん名前が分かんない、ありがとう。8位ももかんさん、ありがとうございます。7位でこぼこでこぼこさん、ありがとうございます。6位いっちゃんさん、ありがとうございます。5位かぬあさん、ありがとうございます。4位まぼろしさん、ありがとうございます。3位秋文さん、ありがとうございます。
2位ヌッシーさんありがとうございます。1位タートシさんありがとうございます。イエーイありがとうございます。ありがとうありがとう。今日も頑張りましょう。あとちょっと。じゃあねー、またねー、バイバーイ。